激辛ジョニース、今日もみんなのお尻に火をつけちゃう。やってきました。はいはいはい、というわけで、今回も激辛グルメフェスティバル第3ラウンドにやってきたんですけども、先日動画と生放送で取り上げたお祭りなんですけども、なんと8月23日から8月28日間またこの第3ラウンドとお店入れ替わってまたやってるんですけども、今日また来ちゃいましたと。今回もですね9店舗、激辛料理店が軒を連ねてるんですけれども、今日はですねそのうちの2店舗をこう紹介できればかなと思います。これね、全国の激辛料理店がこうバーってこう軒を連ねてるんで、この機会にしか食べられないような、わざわざその全国行かなければこう、食べれないようなものがここの新宿の大久保公園で食べれると。前回、ね、3店舗ぐらいこう食べてちょっとお腹いっぱいだったね。今日はちょっと2店舗をこう食べていきたいかなと思います。ただですねこれ辛さレベルがもう一番マックスのものをチョイスしたいかなと思います。それでは早速行ってみましょう。日本の食卓を元気にしたい。ジョロキアの若鶏もものカツレツ、はい、じゃんじゃんお願いします。いちゃか気合いの入ったジョロキアでお願いします。今気合いを入れてますありがとうございます。よいしょーよいしょーよいしょ ー, しょ ー, しょーありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。おお、めちゃかかってるぞ。死神オブザデッド、はい、死神降臨でよろしくお願いします。いただきます。さあ、お手並み拝見ですよ。カツレツさんからいきましょう。いただきます。うん、ね、これ結構量ありますけども、おお、肉厚、すんごい分厚い、もうステーキみたい。いきなりステーキ来たんじゃねえかっていうぐらい、おい、でかいな。いただきます。うん、お肉がジューシーです。大ぶりなこのお肉、ルートジョロギアの入ったこのソースがちょっと酸味のついたこの辛さです、ね、しかしこのねネギがまた合うんだわ。これ最高だな。これ超うまい。このカツの衣がこの辛いスープを出汁を吸って、いい感じにうまいですけども、ご飯欲しくなりますね。超分厚い。酸っぱ辛いですね。これ酸っぱ辛い、食べた瞬間そんなに熱くないんですけども、こういう辛いので後からずしずしじわりじわりと効いていきます。もう口の周りがピリ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 してまいりましたけども、さあ残り2つ勢いよく平らげていきましょう。いただきます。うん、じゃあ残り1ついただきます。発熱終了ということで、ここで汗拭きタイム。あ、拭き拭き。うま辛い、まさにうま辛い。さあ、そして西ラーメン、ラーメン一緒、デッドオアライブ、これはだいぶ辛そうですけども、スープがこのとろみがかかってるんですよ。怪しいとろみがあります。そして見てください、このここですね。これちょっと怖そうですけども、具材はネギ、白髪ネギ、青ネギ、キャベツ、ほうとうみたいな麺ですね、これ。うわー、しっかり絡みついてます、この辛いそうな。うわー、いいぞ。入ってます。うん。これこれ。うん。チャーシューみたいなのも入ってます。はい、うん。麺もっちり。しかしこの世界一からカロライナリーバーガーソフォー、すべてを辛さで覆い尽くす。しかしなぜか病みつきになるこの一品。もやし、はい、シャキシャキ食感、
止まらん、足が止まらん。さっきと同様、これ、ね、酸っぱ辛い。こんな大きなキャベツさん。うまい。野菜具沢山、嬉しいですね。女性には嬉しいですよ。この辺が熱くなってきましたね。たどり着いた境地、濃厚すところはスープのみ。ホコリを飲んで激辛バトルにケリをつけたいと思います。口の中が燃えるぜ。ほら、待って待って、見よ、これが最後一個、これですよ。こんなでけえ唐辛子見たことない。すごいよこれ。プチトマトみたいな。プチトマトじゃないですよこれ。いただきます。デッドオライブじゃないんですけど、うん、これはあれですね、中の辛い種はこう抜いてあるんで、そこまで辛くないです。ごちそうさまでした。辛さレベルの、発表していきましょう。カツレツと、シングアミオブザデッド辛さレベル発表します。辛さレベル、じゃじゃんじゃじゃん、ゴッド8です。おめでとうございます。まあ、まず滑舌の方はですね、僕初めてその滑舌の激辛料理を食べたんですけれども、ジョロキュア使ったこの辛味の使ったソース、酸味が効いてました。そこに辛さのちょっと辛味のあるネギが、合わさって非常に美味しく食べられました。肉厚もまあジューシーでご飯が欲しくなる一品です。そして、辛さレベル8の死神オブザデッド、まさにその名の通り非常にこうとろみのあるスープが、とにかく麺がもっちり、いろんな食感が味わいました。麺もっちり、野菜シャキシャキ、きくらげコリコリと。しかしデッドオーライブ、だけあってね、生きるか死ぬかの戦いです。はい、うかつに挑戦しない方がいいかなと思います。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますね。フォローお願いします。いや、もうね、このグルメフェスはなんだかんだ3回来てるんですけど、もういいでしょ、もう大満足でしょ。うん、いや、また行くんですけどね。